Thank you.
Thank you.
Thank you.
さあいよいよ直線の攻防、先頭はカタノロマン、ルシクル先頭、2番手はサンクスノート、先頭を捉えるか、あと 200m、 先頭はサンクスノート、サンクスノート先頭です。このまま押し切るか、ルシクル追いすがります。サンクスノート先頭、やはり強いサンクスノート、サンクスノート、サンクスノート1着、2着にはどうやらスピンクライ、1番人気に応えましたサンクスノート、見事です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭は七夕ミラー、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はアグネスレーサー、懸命に追いすがります。残り 200m、 七夕ミラー先頭だ。残り 100m、 必死に追う七夕ミラー、2番手はアグネスレーサー、七夕ミラー1着、七夕ミラー完勝、七夕ミラー1着、2着はアグネスレーサー、これは物が違う七夕ミラー。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のエイシンモアオーバー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。マンオブパーサー好スタート、エスポワール7、この馬も好スタートを切りました。マンオブパーサー、この辺りも前へ行きます。これに続くのがエスポワール7、黒の帽子アグネスジェダイ、その後ろ、その外からセイクリムズン、内からはエイシンビートロ、その外からエイシンモアオーバー、黄色の帽子カタノマゴちゃん、いい位置につけました。ナムラタイタン、そのうちに続いています。内からはマコトスパルビエロ、その外からカタノツリー、すぐ後ろに西のスパーク、オレンジの帽子大小ジェット、その後ろ、しんがりからシルクメビウス、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番エスポワール7、レースを引っ張ります。スマートハルコン、すぐ後ろ、その後ろにマンオブパーサー、その隣にエイシンビートロ、後継機を通過していきます。前はエスポワール7、スマートハルコン、ほとんど差がありません。マンオブパーサー、3番手カタノマモちゃん、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか、後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はスマートハルコン、スマートハルコン先頭、2番手はエスポワール7、追いすがります。さあカタノマモちゃん一気に来た、あと 200m、 スマートハルコン先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 スマートハルコン先頭、2番手はカタノマモちゃん、先頭はスマートハルコン、1着でゴール、スマートハルコン1着、2着にはどうやらカタノマムちゃん、見事に勝ちました。スマートハルコン、カタノマムちゃん2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
you